チップセットに用いられる LSIA チップセットとは、現義では、ある機能を実現するために組み合わされた複数の集積回路の集まりであり、講義では、PC、a t 互換機のマザーボードに実装される CPU の外部バスト、メモリや周辺機器を接続する、標準バストのバスブリッジなどの機能を集積した、少数の大規模集積回路を、チップセットと呼ぶ。 2017年現在は集積化が進み一個であることが多いが、チップセットという故障を続けている。2010年前後には、RF などの高機能 LSI とバスコントローラ、さらに、マイクロコントローラなどが連携し、スマートフォンとビジネスになる製品を、ワンストップで実装できる、ターンキーシステムとして設計された LSI のセットを、指しても、 チップセットという語が使われるようになっている。本校では主として前述のパーソナルコンピュータにおけるチップセットについて説明する。4チップ構成のチップセットを用いた初期の PCAT5 換マザーボード当初の PCAT5 換機では CEPU メーカーが供給する 標準的な CPU 周辺 IC と複数の汎用 IC の組み合わせによって制御回路を構成していた。チップセットは低価格化や実装面積の削減などを図るために、それら複数の周辺 IC や汎用 LSI をより高集積で少数の専用 LSI に統合したものである。コンピュータシステムを都市に例えるなら、チップセットの持つ高度なインターフェース機能は、 都市における交通結節点に相当し、ある意味では情報処理に特化している CPU よりもシステムにおいて主要であると言える。実際に1990年代以降の PC、a t 互換機やそれに類似したマシンのマザーボードは特殊な場合を除き、CPU が設計の中心ではなく、チップセットが設計の中心である。 特に3 2ビット時代の後半からは CPU の交換が想定されているシステムは珍しくないが、チップセットのみの交換を想定しているシステムは存在しない。チップステクノロジーズなどが初期の代表的なメーカーで、初期には単に統合 ASIC と呼ばれることが多く、PC やマザーボードのカタログでも取り立てて強調するようなことはなかった。 チップセットという言葉が広く認知され始めたのは PCI への移行の初期頃のインテルの i420TX や i430NX あたりからであり PC の機能や性能への影響が大きくなったこととパソコン自作のためにあまり表に出ないパーツが意識されるようになったためである1990年代の i430LX や i430fx の時代になると2チップ構成が一般的になった。CPU やメモリバスに近い側をノースブリッジ、遠い側で低速な外部、i、オートのインターフェースの側をサウスブリッジと呼ぶ。ノースブリッジには CPU インターフェース、メモリコントローラ、グラフィックインターフェースが含まれ、さらに GPU の機能を統合した。 統合チップセットなどが存在した。現在では集積化が進み、従来のノースブリッジの機能のほとんどは CPU に統合されていき、インテルプラットフォームでは2010年のナヘラム、マイクロアーキテクチャの LGA1156 版より、AMD プラットフォームでは、APU では2011年のラノ、CPU では2017年のライゼンにて、すべての機能が、 CPU に統合されたため、2020年現在は、中古市場を除くパーソナルコンピューターのマザーボードに、ノースブリッジは存在しない。サウスブリッジには、PCI、ATA、USB、イーサネットなどの I、O やサウンド機能が搭載されていた。前述の通り現在のパーソナルコンピューターには、ノースブリッジが存在しないため、後継のチップ1枚で単に、 チップセットと呼ばれ、拡張スロットおよびオンボードデバイス用の PCI Express コントローラー、シリアル ATA や NVMe およびそれらに接続されたストレージを管理する RAID コントローラー、高速な USB インターフェースが主な機能として搭載されている。高速な動作が必要でない、あるいは不可能であるようなレガシーデバイスをサポートする回路を組み込むことは、 チップセット自体の高速化の足かせとなるため、サウスブリッジのチップから分離させ、スーパーアイ・オーチップと呼ばれる、別の LSI に担当させることが増えている。スーパーアイ・オーチップは、CEPU から見れば、サウスチップのさらに向こうにつながっていることになる。スーパーアイ・オーチップもチップセットの重要な一部であるが、その役割が、 PC の性能向上に寄与しないデガシーデバイスの管理であるため、マザーボードのスペックなどではあまり注目されない。統合チップセットの例かつて製造販売されていたノースブリッジにグラフィックス機能を統合したチップセットを統合チップセットと呼ぶ。オンボードグラフィックスに分類される。一般的に GPU チップを搭載するよりも、 低コストであり、また小スペース性、小電力性にも優れていたため、それらのスペックが重視される、ノートパソコン等では特に採用が多かった。ビデオメモリは、メインメモリの一部領域を共有する、ユニファイドメモリアーキテクチャーが主流であったが、専用の外部メモリをサポートする製品もあった。初期は、性能が、単体 GPU に比べ劣ることもあったが、 帯域幅的に外付けより有利な統合チップセットも存在し、マルチディスプレイ機能や DVI 出力、シェーダーモデル4.0対応などの単体 GPU と遜色ない機能と性能を持つようになっていた。ノースブリッジ機能の CPU への統合に伴い、統合グラフィックも CPU に移っている。インテルや AMD などの CPU メーカーは、 自社製の純正チップセットを開発、供給している。これにより信頼性やブランドイメージを上げることに貢献している。X86 以外のプラットフォームのチップセットについて CPU、PCI バスブリッジなどのチップはコンパニオンチップとも呼ばれる。1個で、果たしてセットという故障が正しいものか悩ましいが、 数学的には含まれる要素が1個という、一社集合、も集合ではある。この10年で起こったこと、次の10年で起こること、半導体業界の秩序を変えた、チップセットの支配力から、EE Times Japan HAT D-RAM コントローラ、I8257DOMA コントローラ、INS8250 シリアル IO、パラレル IO、MU p d 7 6 5アフドコントローラなど、 もう少し歴史的な観点から見ると、マイクロプロセッサ以前のコンピュータでは、CPU の一部であった、チャンネルコントローラなどが、CPU 性能の向上が重視された、パーソナルコンピュータにおいて分離されたものとも言える。逆にコストが重視された分野では、マイクロコントローラのように周辺も集積する、方向性が進んだ。組み込みシステムやマッキントッシュでは、 システムコントローラと呼ばれる。なお、システムコントローラには I、O コントローラなどの周辺チップや CPU を統合している場合もある。マッキントッシュでは I、O コントローラと呼ばれる。ごく一部の組み込み用マザーボードにはまだ採用されている。ありがとうございます。